ますえー、こんばんは。農、え、家、ー、と農編集でお送りしています。一分、委託、本当に1分間らになりいますね。えー、今日も情熱草、チャンネルの中、チャンネルのトラガオから、中国の経済ですね。はい、えー、中国経済ガチカウントダウン。 香港交際による高大集団への生産命令はただの飾り、長期停滞を防ぐ唯一の密も共産党が逆走中ということで、ほぼこのコメントなんですね。えー、香港の高大による生産命令出ましたけど、中国本土のですね、この資産がほとんど中国本土はやめますけど、中国のこれがどうするか裁判所が 決定しても結局共産党の、えー、一声で変わりますね、そういうことで、えー、まだまだこの中国の停滞ですね、えー、この、えー、前向き中流国が卒業できないということですね、中国共産党は逆のそういう向きにいってますので、経産自由化また政治の自由化 根本体制が抜けていませんので、えー、まだまだ中国お低迷のおが続くと予想されます、えー。今日も短い時間ですけど、ジョネツさんのチャンネルのトラガカでした。最後にもう一回、えー、このサムネ説明欄を読んで終われたいとしたいです。中国経済、えー、ガチカウントだ。香港交際による交代手段への生産命令がただの飾り。長期停滞を防ぐ唯一の道も共産党が逆風中ということで多くの。 多くのゲームをしていますけど、およそ、そう,そういう、予想にな,なるだろうかという、私もそういう立場です。はい、マ、ま、ス後のこの YouTube チャンネル登録、コメント、いいねボタンとよろしくお願いします。また、政治を学びたいというお友達を募集してますので、よろしくお願いいたします。短くなりました。マスターとした。仕上げのスパチンブリズシャロム、シャロム、シャロム。